こんにちは、ドリューノアです。今回はドリューハウスの発売前にどの商品が出るのか確認できるサイトがあるので、そちらを見ていこうかなと思います。その前に、前回このドリューハウスのオンラインチャレンジっていうのをやったんですけど、実はまだ届いてないんですよね、商品が。もうね、意味が分からない。3月20日に届く予定だったんですけど、自分東京なのに大阪にあるんですよ、その商品が。もう意味わかんないんで、到着までちょっと時間かかっちゃうんで、レビューが全然できないです。はい、ということで、こちらが発売前に見れるサイトなんですけど、どのサイトかっていうと、ドリューハウスのチャイナのオンラインサイトです。はい、でこちらも公式オンラインサイトなので安心して大丈夫なんですけど、中国のオンラインサイトなので日本からは買えないんですよね。なので発売前に見れることはできるんですけど、ただ買えないっていうだけです。で、中国限定の商品とかも出たりするので、今回この出てる商品が全てこちらの公式オンラインサイトで販売するとは限らないんですけど、犬の T シャツとか、この犬の模様の T シャツとかロンティーとか、そういうのは出ると思います。なんですけど、まあ、このように赤いジャケットとか赤いコーデュロイとかっていうのは、もしかしたら出ないかもしれないんです。早速一つずつ紹介します。はい、まずこちらのコーデュロイマスコット、遅いな、コーデュロイのハットですね。で、こちら中国のオンラインサイトなので、お金の表記も中国の表記になってます。で、359っていうのが6000円7000円ぐらいだと思います。今回は赤とこの犬のシリーズが販売されるそうなんですけど、自分はね、赤はあんまり似合わないので、似合わないし着たことがないので、今回はスルーすると思うんですけど、赤のコーデュロイシャツとかも1099なので、大体1万8000円ぐらいですね。で、このジャケットとかは、高いな、多分2499なんで4万1000円とか、本当にもう関税とか入れたらもう5万円近くなっちゃうと思います。で、このね、バックプリントとかね、どうなんすかね、この犬のバックプリント、可愛いけどなんかうーんって感じですよね。しかも赤なんで目立つし、モデルさんが着るからかっこいいけど、自分着たらやばいなって思うので、多分買わないですね。中国は今日販売だったので、もうすでに売り切れてる商品があります。売り切れてるものがあれば、あ、これ人気なんだなってわかるし、値段もわかるので、そこがマジで一番ありがたいですね。はい、で今回こうやってザーって見ると、やっぱり犬の T シャツが全部売り切れてるので、はい、多分今回はこのね、公式オンラインサイトでも多分犬の T シャツが結構早く売り切れるのではないかと思ってます。でも自分は多分買わないかな。これはもう本当に個人の意見なの で、はい、でこの犬の T シャツは419なので7000円とかですかね、7000円とかだと思います。これよく見るとね、ワンちゃんもね、ネックレスしてるんだよね、ドリューハウスの。可愛い、そこは可愛い。ただ自分が似合うかって思ったら微妙なところかな。赤のビーニーも出るそうですね。はい、このビーニーも可愛いですよ。299なので、まあ、5000円ぐらいですね、大体。はい、でこちらも犬の T シャツ、可愛いけどね、可愛いけど。あ、スケボーのデッキも出るんだ。スケボーのデッキも出るそう。499なので8000円とかですね。で、だけどスケボーのデッキはめちゃくちゃおすすめなんですけど、送料がバカみたいに高いです。多分5000円ぐらいいっちゃうかもしれない。結構高いし、めっちゃでっかい段ボールで来るんで、送料もかかるし、関税もどうなんだろうって感じですね。初めて見るデザインですけど、これ見た瞬間、いや体操着やんって思いました。自分が着たら体操着になるよ、これ。モデルさんが着るからかっこいいんですよ、毎回言いますけど。はい、でですね、あと個人的に絶対これ欲しいなっていうのが、こちらの青のワンちゃんの洋服です。これめちゃくちゃ可愛くないですか、これ。マジで可愛いよね、これ絶対買おうかなと思ってます。でも499って8000円とか高くね、ガチ高いな。これはおばあちゃん家の方に2匹いるんですよ。でおばあちゃん家、うちから大体10分ぐらいなのでめっちゃ近くて、よく行ったりするんですけど、まあたまにストーリーとかにあげたりするんですけど、この
2匹のワンちゃんに着させたいなと思ってて、で今回青と黒が出るんですよ。なのでまあお金に余裕があったら2着とも買って、でしかもどっちとも自分も青のパーカー、あと黒のパーカーどっちも持ってるので、もうこれで写真撮ったらもういけてるよね、いけすぎてるよね。なのでちょっとその写真を撮りたいから買おうか迷ってます。で、あとは靴下とかですね。靴下。で、この黒の靴下もちょっと欲しいんで買うと思います。で、99なんで、だいたい1800円とか1600円とか、多分そのくらいだと思います。あとは、デニムジャケット。これはなんか、再販したんですかね。2499なので、まあ5万円近くしますね。デニムは高いな。あと、これも多分目玉だと思います。この赤のドリューハウスのパーカー。これもジャスティン着てたので、もし欲しい方がいれば結構早くに売り切れちゃう可能性もあるので気をつけてください。そこはチャイナのオンラインサイト限定だから日本から買えないっていうところがちょっとあるんですよね。前回もね、チャイナオンリーでこういうコーデュロイのスタジャンとか出たり、あと封筒とか出たり、封筒めっちゃ欲しかったんですけどとか出たり、あとポップアップとかもね、1年半前とかにあったんで、もうぜひ日本でもやってほしいですよね。まあ自分はいつか日本でもあると思います、ポップアップショップ。楽しみですけど、多分コロナなんでまだ全然ないと思いますけど、いつかはあると思ってます。はい、ということで今回はドリューハウスの発売前にどの商品が出るのか確認できるサイトを紹介しました。で、これはさっきも言ったんですけど、このサイトに出てるから全て発売されるっていうわけではなくて、これは中国のオンラインサイトなので、中国限定の商品とかもここにあったりするんですよ。なので全てが出るとは限らないんですけど、まあ、どれかしらは出る。ドリューハウスのインスタとかに載ってる商品であれば必ず出ると思うので、ここで確認できることとしては、まあサイズだったり、まあ、値段だったり、あとどんな商品が出るのかっていうのが確認できます。ただ日本では買えないっていうだけですね。中国のオンラインサイトで載ってない商品も多分ドリューハウスで出ると思うんですよね。それなんでかっていうと、ドリューハウスのインスタにもここに載ってない T シャツとか、例えばドクロの T シャツとかコーデュロイシャツとかっていうのもあったので、それも出るのかなと思います。もし出たらこのドクロのね、黒の T シャツとか、あとこの茶色のコーデュロイシャツめっちゃ欲しいなと思うので、もし出たらその2つと、あとワンちゃんの洋服2着、あと靴下買いたいですね。皆さんは今回狙ってる商品もしありましたらコメント欄とかに書いてみてください。ということで今回はこのね、発売前に見れるサイトを紹介しました。もしよかったら高評価、チャンネル登録、コメント待ってます。で、ですね、こにいつもこんにちはドリューノアですって言うじゃないですか。なんかそろそろ決めたいなと思ってて、最初のセリフみたいな もう決めたいなと思ってて、なんかもしいい案があれば、なんかコメント欄で書いてみてください。それでは、また。そう、このそれではまたっていうのも、ダサいから、このエンディングの挨拶ももしよかったらコメント欄に書いてみてください。それでは、また。